ふざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回なんですけども、気づいてしまったんですよね。何に気づいたのか。超フェス合計3体出るんじゃないのかなと思っています。もう1週間以内にですけれども、皆さんが待ちに待っています、7月22日ワンピースの日に、まず生放送でこちら超フェス1体発表があるかと思われます。まあ、それが何かはまだ明確ではございません。ニカなのか、それともウフリート3時なのか、まあ、どちらかと思われます。それに、プラスなんですけども、4.5 周年っていうのも近づいていますよね。まあ、1ヶ月後になるんですけれども、まあ、その 4.5 周年が、キッド君とローのダブルペアだと思っているんですよね。まあ、こう考えますと、合計3体。もしくは、キッドとローが、ペアじゃない場合、まあ、1体1体実装するって考えますと、合計4体。3体じゃない可能性もあるんですよね。これ結構、やばいんじゃないのかなと思ったりするんですよ。皆さん、ダイヤとか、かけら、ありますか？自分ダイヤ自体今、180個ってことで、全くございません。で、かけらに関してはですが、1300個しかないです。で、これを、超フェス全員100にするって考えると、まあ、素体手に入れたとしても、かけらが1200個必要となるんですよね。で、仮に3体出るとするだけで、3600個必要となるんですよ。うん、3600個。やばい数字なんですよね。まあ、1ヶ月で頑張ってかけら貯めても、200個が、せいぜい貯められる数にはなるんですけども、知らないうちにですね、まあ、5周年とかも迎えてきたりもしますので、これ、かけらも足らない、ダイヤも足らないと。いやーこれやべえんじゃねえのかなと、ちょっとね、今日思ってしまったんですよね。で、皆さんは、かけらとダイヤ、合計何個あるのか、ちょっとね、そこコメントで教えてくれると嬉しいなと思います。で、ニカがもし実装するのであれば、4.5 周年かニカどっち引くべきか、俺はニカ引きますね。もちろんニカの方がいいと思ってるんで、4.5 周年もめちゃめちゃ強いでは間違いないと思うんですけれどもね。皆さんはですけれども、まあ、ダイヤとかかけらですね、うまく使ってもらって、超フェスをね、ぜひとも狙ってもらえればなと思っています。まあ、今回ですね、まあ、超フェスで合計3体から4体、まあ、出るんじゃないのということでしたので、皆さん、こちら頭の中に入れといてみてください。またな。